海楽園は日本の茨城県水戸市にある日本庭園である。国の史跡及び名称に指定されている。伝統的に高楽園や県独園と並んで日本三名園の一つに数えられている。現在は隣接する千上湖周辺の拡張部を含めた広域公園の一部となっている。文化庁認定日本遺産、近世日本の教育遺産、学ぶ心、礼節の本源 のストーリーを構成する水戸市内の文化財の一つでもある。快楽園には、拡張部を含めない、本園部分だけで百種三千本の梅が植えられており、早春には、完売客で賑わう。園内には、梅の異名、公文、僕に由来する別荘公文亭があるが、古代中国の進むの武帝が学問に親しむと花が開き、学問をやめると花が開かなかったという故事に、 基づいている。藩校、行動館は、快楽園と一体の施設であり、同じく梅の名所である。水戸藩第9代藩主、徳川成明は、1833年藩内一巡後、水戸のちなみ湖に望む7面山を切り開き、海遊式庭園とする構想を持った。造園は、長岡ゲトラを輩出した長岡の本草学者である、長岡慶徳が実施した。 同じく彼の設立した、藩校、行動館で文部を学ぶ、藩士の余暇休養の場へ供すると同時に、両民と共に楽しむ場にしたいと、この巨大な大名庭園は成秋自らにより、快楽園と名付けられた。快楽とは、中国古典である、孟子の、古えの人は、民と共に楽しむ、ゆえによく楽しむなりという一節から引用したもので、成秋の記号、 海楽園期では、これあまりが州と楽しみを同じくするのいなりと述べられている。水戸学へ帰着する成明の愛民精神によりこの庭園は、江戸時代当初から毎月3都、3と8月9日には両民にも開放されていた。伝統を受け継ぎ、日本三名園のうちで唯一、海楽園のみが入園無料であったが、2019年2月12日、管理する茨城県が、 県外からの観光客を対象に2019年秋にも有料化する方針を発表。2019年2月16日から始まる水戸の梅祭りで園内の一部有料施設で身分証の確認など県民と県外在住者を区別する実証実験を行うとした。同年6月の茨城県議会に関連条例改正案が提出され6月24日に可決 成立。同年11月1日から茨城県民であることを示す身分証明書がない入園者は有料化された。上記のように、快楽園では毎年2月中、下旬から3月下旬に、水戸の梅祭りが開催される。水戸の梅祭りは2016年時点で120回開催された。開催期間中には多数の観光客で賑わい、キャンドルライトを使って、 梅をライトアップする夜梅祭りや茶会など、種々様々な催し物が行われる。また園内で4月には、水戸の桜祭り、5月には、水戸の筒子祭り、9月には、水戸の萩祭りが行われる。快楽園公園を含め8月には、水戸公文祭りが行われる。関連の観光大使として、水戸市により水戸の梅大使が毎年選出されている。 また、毎年6月第2度日曜日に、梅の実を、快楽園公園センターで販布する。ただし、平成28年は不作だったため、6月11日、土曜日のみの販布となる予定。また、令和2年に関しては収穫した実の、一般向け販売は中止し、梅干しなどの製造業者に提供となる。なお、販布価格は、 平成26年は梅1袋あたり300円で1人2袋まで、平成27年は梅1袋あたり300円で1人3袋まで、平成28年は梅1袋あたり200円で1人1袋まで。快楽園の本園は約13ヘクタールであったが、茨城県は1999年、隣接する、千公園や桜川緑地などと合わせて、 広域公園として運営する構想を発表、面積の合計は300ヘクタールとなった。茨城県営の都市公園、水戸県立自然公園として管理、運営されている。公文亭から見た見晴らし広場と梅林夜梅祭りでライトアップされた梅林夜梅祭りのキャンドルライト快楽園、表門一の木戸。表門から公文亭までは、 妄想地区や杉の林の中を通る道が通じている。快楽園の正式な入り口である旧来の表門は、敷地の北西側に位置しており、この表門は黒塗りであることから黒門とも、呼ばれている。表門から園内に入り、一の木戸と呼ばれる門を潜ると、快楽園の西半分を構成する妄想地区や杉の、鬱蒼した林の中を進む道が続いている。 この道に沿って東へと進み、いくつかの門を経由して、公文帝へと至ると風景が一転し、ちなみ湖を一望する高台に位置する、明るく華やかな一面の梅林へと到着する。公文帝付近には、快楽園創設の趣旨を記した、石碑、開楽園記の碑があり、自然界の影と火の調和についての説明がある。開楽園は、西半分に位置する杉や竹の林が、 影の世界を北東の梅林が日の世界を表すことで、園全体で音量の世界を体現しているとも言われ、表門から入ってこそ、園のの設計に沿った、快楽園本来の魅力を堪能することができるのだと、解釈する説もある。一方、現代においては、表門は快楽園駅や主要な駐車場から遠く離れており、この門から入園する観光客は少ない。現在はバイリニエと、 直接通じる東門が主要な出入り口として利用されている。公文亭は徳川成明自身により1840年4月に設計された水戸快楽園内の施設。設計は二度の改定を受け、当初は平屋建ての構造だったものから木造二層三階建てに拡張されている。完成後、快楽園内での居所、休憩所、敬老会、宴会など、 隠しも用紙に利用された。開楽園開園後も少しずつ手が加えられ、水戸城下佐久町の中古店の建物を移築増築して規模を拡大したほか、1869年には奥御殿の一部を増築している。1873年12月に大城間布告により、庭園及び建物は常磐公園とされたが、 その際には管理上の都合で一部縮小された。その後、大正元年に、東宮行刑の際に、当初はなかった玄関が設置された。藩主の居所としてではなく、庶民と共に利用することを目的とした広い濡れ園の間、飲食の類を3階まで運搬するために、木製滑車を利用した昇降機の設置、物見引き手と称する縦レン動式障子、色紙、短冊。 開始を用いた板戸、監視作詞用に辞書としての印字を書いた板戸など、工夫を凝らした建物である。玄関がないことなどを含め徳川成明の新種の気質が見て取れる。1945年の水戸空襲で大部分が消失。1955年から創建時の状態をできるだけ復元する方向で、再建工事が開始され1958年に完成した。 ふすま絵の大部分は、須田中と教え子の田中青壺によって復元された、ものである。1969年には、落雷によって、奥御殿が全焼したものの、ふすま絵は運び出され消失を免れた。2016年から3年をかけ、ふすま絵全96面の大規模修復工事が、行われている。シャバラム地域公園にある姉妹公園締結記念碑1992年。 アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郡、ローランドハイツ市のシャバラム地域公園と姉妹公園になった。シャバラム地域公園には250本の梅の木と115本の桜の木が植えられており、桜祭りなどのイベントも行われている。2018年12月から2019年1月中旬にかけて、銅製の橋の名板10枚や、快楽橋の義母子3点が盗まれ、 2019年1月26日から27日の間には案内表示板をはじめ園内の計13箇所の設備が壊されていたことが分かった。被害が確認されたのは公文堤などがある本園の南側に広がる拡張部である。被害があったのは駐車場や地がみなどの位置を示すアルミ製の案内表示板4点。 丸山橋と花つい橋に取り付けられた照明を内蔵した義母子と呼ばれる装飾6点、園内の注意事項などを記した木製の掲示板3点などだった。茨城県警察本部水戸警察署が窃盗事件として調べている。ありがとうございます。